いつかやると思ってた。よっと。乗ってる人も再現してるのか。ってヤヒロさんじゃないですか。いや久しぶり。具現化所属のアーティスト鈴山ヤヒロです。モルカーパロディーだろっていいですわ。モルカーがプイプイ言ってるのは可愛いよな。ほんと見てるだけで癒される。生きる気力だ。そこまでですわ。おじはもやってますのだ。モチハムくん、大人ってのは生きてるといろいろあるんだよ。ピースだ。あ、モルカーで描かれてる人間も基本どこか病んでるでしょ。確かに車の中からゴミポイポイとかしちゃってますのだ。いや俺そこまでおかしいことになってないからな。でもそろそろおじハムが悩み出す時期ですのだ。なんでこの時期なんかあるの。ホワイトデーがありますのだ。おじハムバレンタインでチョコもらってないから返す相手がいないって悩み出しますのだ。なかなか根深いね。だからそこまで病んでないって。ヤヒロさんかっこいいからチョコいっぱいもらってそうですね。まあね。かっこいいって肯定しましたのだ。確かにそうだけど僕だっていっぱいもらいましたのだ。ホワイトデーにありがとうってお礼言いますのだ。なんで張り合ってるんだ。ありがとうの言葉となんかメッセージをつけないとダメだよ。例えば僕の気持ちだよハニー、このお菓子と一緒に食べてくれないか。いや今どうやってエコーかけたんだ。かっこいい時は自動でエコーがかかる。そんなもんでしょ。すごいでそら。もっと教えてほしいでそら。ほらおじはまも勉強しますのら。おうそしたら残業を頑張っている子に声をかける時。お疲れ様ハニー、こんなに頑張って偉いけど頑張りすぎて体壊さないか心配だな。優しさでそら。おじはまもこの優しさを身につけますのら。俺は優しくなかったのか。さらにお仕事編。仕事で叱られた子を慰めるとき。大丈夫かいハニー、あの上司きっとストレスが溜まってたんだよ。大変だったね。おー、上司にも原因があるとして自信を回復。頑張ったねと両方もプラスですのだ。おじはまもやってみますのだ。いや俺たちフリーランスハムスターだから残業したり怒られてる同僚って存在しないんだよな。そういえばそうでしたのだ。じゃあ車でデートのお迎えのときはなんて言いますのだ。モチハム車持ってるのか。僕が車でいいそな。あうん。ヤヒロさん早く乗りますのだ。おう。ヤヒロさん順能力高いな。車でデートのお迎えのとき。待たせたねハニー、今日はこの車で夢の国に連れてってあげるよ。ズニーランドかな。デートの期待感がいっぱいでいいそな。さらにデートの別れ際は。さよならは言わないよハニー。そろそろハニー縛りに突っ込んだ方がいいんだろうか。まあざっとこんなもんかな。すごいねそら。モチハムくんもなんか考えてみたら。何かシチュエーションありますのだ。じゃあ女の子がしんどそうにしてるときは。大丈夫ですのだ。ひまわりをたれ食べますのだ。そしたら女の子が重い荷物を運んでいるときは。大丈夫ですのだ。手を貸しますのだ。いやモチハムくん、ハムスターって体長10センチもないでしょ。じゃあひまわりの種じゃどうにもならんだろう。あもちゃむくん、こういう時はおぶろかハニー。なるほどねそら。手伝うということもない方質、頼りになるところを見せていますのだ。おりそうでそら。もちはも落ち着け。わあ、暗くて何も見えませんのだ。停電か。怖いでそら。大丈夫だよハニー、僕がそばにいてあげるからね。もちはも落としてどうするつもりだ。姿で配信していますのだ。チャンネル登録、ツイッターフォローよろしくお願いします。